今度は負けないわよ。どうもこんにちは、あだりです。ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家、プレイ実況続きです。さあ前回このドラゴンに敗北を喫してしまったので、今回はちょっとねレベル上げなんとして、装備もちょっと整えてリベンジマッチ、そこ行きたいと思います。さあ行けるかな。これならどう。アイテムも結構強いやつを作って、そこ行けるかもしれねえな。これな、ライザー隙を作って。おっと、オッケー、そっ、ただ、うん、ただなこっちの方がいいんだよな。正直アクションオーダー叶えるよりも、あ、これでオッケー、魔法ダメージよ、オッケー、僕も続くよ、やっちまって今だ、そこ、いいね、いいよ、いい調子だよ。どんどん行こう。あ、あ、出た、そこ、今だ、行くよ。これエクストラオーダー、あ、ブレイクダウン出たね。エクストラオーダー出る前に今だ、今だ、よし、いける、全然押せる、押せ押せでいける、よしよしよし、全然いいかな、これな、ライザー、敵を作って、今だ、今だ、ライザー、頼んだ、そこ、はい、これならどう、どうね、どうどん、ははー、楽勝でしたね。まだまだここから強くなりそうだな。さあどんどん進もう。いい、また一つ強くなれたぜ。おっとだ、あ、まだまだ強くなるよ。うい、あ、龍眼レベル42だって。勝てた、勝てたぞ、やったの。お、これはあれか、復活、生存フラグか、倒れた、いや倒した、俺たちが倒したんだ。本当にやっちゃったんだ、はあ、信じられない。あ、ボス、あ、生きてた、よかった。ボス、夜だ。ああ、物憂げな顔をしている。なんでだ、なんでお前たちに助けられなきゃいけないんだ。お前たちにだけは助けられたくなかったのに。ボス、ボス、みんな、まずは怪我人を手当てしないと。アガーテさん、大丈夫ですか。ああ、私よりも向こうの連中を頼む。あ、ひどい火傷を負ったやつがいるはずだ。死者が出なかったのは不幸中の幸いか。竜を倒すという目的もお前たちのおかげで達成できた。うん、もうここにいる理由はないし、村に戻ろう。怪我人にもちゃんとした手当てをしないと。モリッツさんもボースの心配をしているはずだ。他の魔物が来る前に引き上げるぞ。おっ、お、守護竜の巣、やっぱりこの城を守ってる竜だったんだな。ちょっとあれ、ちょっと素材集めだけしてた。大きい材料なら動物の毛は細かくするか。ありがてえな。この辺はなんか採取できたりしない、しないね。これ何ができるんだ。斧、よーし、斧なら生臭いな、活性、あ、一緒か、必要なら集めるけどさ、か、毛皮が欲しい、毛皮が欲しい。うん、あとはないかな。よし、どこに行くの。流星の古城に生息した竜を打ち倒したライゼたち、幸いボスたちにも大きな被害はなかった。そこで彼らは全員で島に帰ることにした。ボスのことを心配しているであろうモリッツには一番最初に彼の姿を見せたい。ライザはブルネンテがあるトレッペの高台に向かうことにした。どこに行こうかな。トレッペの高台、トレッペの高台、
痛いってばアガーテ姉さん、もっと優しく扱ってくれよ。バカ者、お前が一番軽傷だろうが。吹っ飛ばされて気絶した時の打撲だけだぞ。やれやれ、ランバーのやつで怪我人の収容も終わりか。手間かけさせやがって。ふーん、ざまあ見ろとか言わないんだね。なんか最近意地が悪くないか、クラウディア。どうかな、友達が素直じゃないからちょっとつつきたくなってるだけかも。クラウディア、とにかく誰も死なずに済んで本当に良かったよ。竜も倒せたし。倒したんだよね、本当に僕らが。そうだよ、私たちが竜を倒した。あの村の言い伝えにある古城の竜をね。そいつはすげえ。あれってモリッツさん？ボースの怪我で文句とか言いに来たんじゃ。走ってきてる。よくやった、よくやってくれたぞお前たち。はあ、よくボースを、ブルネン家の跡取りを救ってくれた。本当によくやったぞ。なんか調子狂っちゃうな。その竜はなんとかみんなで倒しましたよ。あとで褒美、いや報酬もやろう。とにかくよくやった、よくやった。モリッツさん、ボスはどうしたんだ？あれは今部屋で休んどる。なに、大怪我というわけでもなし、すぐ元に戻るわい。本当に大丈夫かな。若干心の方がね、その後のメンタルケアとかもしていただきたい。無事モリツの元にボスを返すと、ライザーは珍しくモリツから感謝され妙な気持ちになる。いろいろなことがあったが、竜退治にも成功したこともあり、ライザーはアトリエに帰ることにしたのだった。おう、どこに行く？アトリエに行くよ。はーい。あ、帰ってきたか。あ、どうも。おかえり、二人とも。よう、カイドウの北でバレンツさんの部下に聞いたぞ。竜をぶっ倒したらしいな。よくやったな。お前たちはもう一人前以上なのかもしれんな。どうも。そうかな。まあ調子に乗らないよう気をつけてるよ。それよりも聞きたいことがあるんだけど、いい？ん？話してみろ。私たちが森で出くわしたあの恐ろしい魔物、もしかしてフィルフサって言うんじゃないかな。その名前どこで知った？やっぱり古城ですごい戦いの跡を見たの。名前は城の石碑に書いてあった文字よ、タオガ。城？そうか、あの竜ははぐれた野生種じゃなく、お、奴らと戦うために召喚された類か。そこまで推測できるんだ。奴らの出現に呼応して眠っていた召喚装置が再起動したわけだ。奴らってあの魔物は一匹じゃないの？アンペル、そろそろ話してもいいんじゃないか？そうだな、お前が言うようにもう一人前以上なら真実を話して協力を仰ぐべきだろうな。真実？ああ、真実を話そう。だがその前に、まずお前たちの方で起きたことを全部話してくれ。あ、またなんか隠し事する気か。全部話すわけじゃないんだな。推測通りだな。あの古城はクリント王国による竜の召喚装置を備えた対フィルフサの城塞だ。対フィルフサ？クリント王国が戦ってたのって他の国とかじゃなくてあの魔物なの？ああ、ここ一帯はクリント王国とフィルフサの大規模な戦場だったと見ていいだろう。召喚装置まで起動するほどとなるとまずいな。早く門を見つけなければ。召喚の起動が門？
頼むから二人とも俺たちにも分かるように説明してくれよ。そうだ、すまん。プレイヤーも混乱中だぞ。私たちも冷静さを欠いていたようだ。そうだな、まずフィルフサのことから話そう。ありがたい。この二人が冷静じゃいられないほどのことなんだ。お前たちが遭遇した魔物はフィルフサ、クリント王国を滅亡させた異界からの災厄だ。あら、クリント王国を滅ぼしただって。正確には滅亡に至る国力の衰退を招いた一因か。フィルフサは異界と呼ばれる場所の生物でな。異界？またわからねえ言葉が。今いるこの世界とは別のもう一つの世界だ。かつてクリント王国は錬金術で作った門の力で二つの世界をつなげ、異界から希少な資源を持ち込んだ。なるほど。その資源の力でクリント王国は大いに繁栄し、繁栄を支えるため新たな門を各地に作り続けた。え、錬金術あったの？ここに。やがてその行為の報いを受けることになる。はあ。異界からもたらされた資源以外のものによってな。資源以外のもの、異界からの災厄？そう、フィルフサだ。奴らは王国の各地に開いた門から溢れ出し、全てを食い荒らした。王国は一季節、たった一季節のこの大侵攻鎮圧のために力を使い果たし、衰退の坂を転げ落ちた。そんな魔物、フィルフサのことなんてクリント王国の昔話じゃ一度も聞いたことないぜ。王国は繁栄の根源である異界と門の存在を滅亡する最後の最後まで機密として隠していてな。大侵攻に関するあらゆる記録を禁じ、その痕跡すらも必死に抹消したのさ。そう、ここからは昔話じゃない、今の問題になる。私たちの調査ってのは詰まるところ門の探索だ。私とリラは各地の遺跡に残された門を探し出し、稼働していればこれを封印する、そんな旅を続けてきた。お二人はなぜそんな大変なことを？何も知らない現代の人々を守るためですか？まあ私たちにもいろいろあるんだ。あ、隠し事したな今。とにかくこの近隣に稼働中の門があるのは間違いない、うん、しかもフィルフサを通すほど機能を保っているやつがな。早急に探し出し封印しなければならん。あいつら多分すげえ強い。あの時の俺たちみたく何も知らない人間と出くわしたらヤバいもんな。もちろんそれもあるが、問題は季節だ。寒気がうんぬみたいなこと言ってたもんな。季節？お前たちが出くわしたのはおそらく石膏、つまり偵察兵だ。あ、奴らは這い出た先の状況を大雑把に探る。それがなんで問題なの？奴らは水気を極端に嫌う。大侵攻が一季節で終わった一番の理由がそれだ。奴らは這い出た一帯を荒らすだけ荒らすと、巣穴に帰るように本拠地の異界へと戻っていく。あっ！びっくりした。どうしたのライザー？水を嫌う魔物が溢れ出すのに絶好の季節。あっ！そう、この地方にこれから来る歓喜だ。早急に探さなきゃならん理由が分かっただろ。今後はお前たちにも門の探索に協力してもらう。自分たちの暮らすこの土地を守るためにな。もしかして私たちの村に伝わってる乾きの悪魔ってのはフィルフサ？確証はないが、特徴からしておそらくな。歓喜を呼ぶ悪魔じゃない、歓喜に襲ってきた悪魔だったんだ。竜がいたんだ。悪魔がいても驚きは、いや、やっぱ驚くか。歓喜を呼ぶ悪魔なのか、歓喜に呼ばれてきた悪魔なのか、どっちがどっちっていう感じじゃないけど、でもまあ歓喜にその悪魔が現れるっていうことは、まあ村人からしてみりゃどっちも変わんねえやってことなのかな。ああ、それと、うん、今話したフィルフサと門のことは
誰にも話してはならんぞ。はい。それはどうして？みんなで探せば早いんじゃ。私たちの目的が門を二度と使わせないことだからだ。かつてクリント王国とフィルフサの犠牲に。喋りすぎだアンペル。あら、そうか、そうだな。こいつらが相手だとついな。とにかく絶対に口外無用だ。うん、分かった。それで私たちは何をすればいいの？そうだな、今すぐ頼めることはないが、いつ奴らと遭遇してもいいように準備を整えておく必要はあるな。竜と戦って思ったけど、錬金術でもっと強力な道具とか作れないかな。どうした？どこ見てんのよ。なら、この本をやろう。錬金術の専門書だ。錬金術は高度になればなるほど危険なものが増える。そのため迂闊に見せることはできないんだが、今のお前ならうまく扱えるはずだ。私の代わりにいろんなことを試してみてくれ。分かった、やってみる。そのアンペルとリラの、あ、これな、そういえば城で見つけたよな。やっぱこうアンペルとリラのこの羊に関わることだったりするのかな、その悪魔との、悪魔とかフィルフサとのあれってのは。動力炉、公式器具の一つだ。これを見ろ。どれだ、それか、なんだそれは。ピッツァーやつ。これは火事場なんだが、現在動いていない。だが壊れているわけではない。単に動かすための動力が切れてるだけなんだ。そこでこの動力炉の登場となる。こいつを取り付けることでこの機械は火事場として使えるようになる。なんと。そうすればお前たちが持ち歩いている武具を錬金術の力でより強化できるようになるだろう。なんだと。そうだな、ではこの動力炉をセットしてみようか。はあ、やはり動き出したな。これでこの火事場が使えるようになる。ああ、今使っている武器に様々な力を付与してより強力な武器に鍛え上げられる。強い武器があれば探索もより安全になるだろう。積極的に強化していくといい。はあ、どうやって？武器強化。この火事場を利用し、すでにある武器に材料アイテムを混ぜ合わせることでその武器を強化できます。使う材料アイテムの種類や能力によって武器のパラメータや効果が変わります。また材料アイテムについている特性を引き継ぐことも。あ、ありがてえ、ありがてえな。ただし武器の強化は武器ごとに1回しか行えないため、いい材料を吟味しましょう。なお動力炉の数を増やすことで火事場の能力を拡張させることができます。能力が拡張されると一度に使用できる材料アイテムの数を増やすことで、あ、なるほど、そういうことか。動力炉が増えれば、まあ1回しかできないけども、複数のアイテムを一緒にポンと入れることができると。なるほどね、わかりました。錬金術師一人旅を読みました。プラジグルフとせせらぎの薫風。なんだそれ。はい、どうしようかな。プラジグ、あ、プラジグ爆弾レベル11。まあそこそこ。ルフと、ああれか、属性が違うのか。これ稲妻だし、これ風だもんな。そっか、フラム、レヘルで、プラジグ、ルフト。ああ、そういうことか。じゃあまあそのうち作っておくか。そうだな。じゃあライザはいつフィルフサに遭遇しても大丈夫なようより強い道具を作っていこうと思うのだった。あ、プラジグとルフトを作ることが先に進む条件か。じゃあこれ次回回して、今日はちょっと、おう、どこに行く？クエスト、サブクエストちょっとやっていこうかなと。あ、染め物屋まだ再開しないな。どうしようかな、どっかに。あ、結構いろいろあるな。しばらくやってなかったからな。島内菜園行きましょうか。少ないところからね。あ、まっすぐだね。お、どうも。
バージリアさん、それにフレッサさんも何か楽しそうな話？新たな作物に挑戦しようと思っているのよ。あ、そうなんですね。調子はどんな感じなんですか？それがね、うまく育たないのよね。仕入れた種の質が良くなかったかな。そんなことはないと思うわ。気候が良くないのかも。やっぱり新しいものというのは難しいわね。今回の種がうちにあるものの中では最後ですね。あとは中央に向かう行商人さんに頼むしかないわね。どんな種がいいんですか？そうね、島にはないもので育ててワクワクするものがいいわね。島になくてワクワクするもの。バージリアさん、いくらなんでもそんなものはもしかしたらあるかもしれないです。探してみます。確かそんなものがあったな。なんとかの実、種、は、あったかな。いや、ないじゃない。ないね。探しておかなきゃいけないのか。まず見つけたら持ってくるか。どこに行くの？種系のアイテムなんて持ってないのか。そっか。じゃあ本月ジェナ、島の先生、こっち行くか。おばあちゃんのお話も進めておこうかな。これ多分おばあちゃんの、港港にいっぱいあるな。港にいっぱいあるぞ。ちょっと、じゃあおばあちゃんの話進めたい。おばあちゃん、あれ、なんか違うのが始まったぞ。今日はどんな素材を集めようかな。ああ、おい、ライザーボース、今日は珍しくランバー連れてないのね。一人で大丈夫？下手な皮肉だ。お前最近あの流れ物に習い始めたそうだな。錬金術のこと？習うというよりどうするか教えてもらったってとこだけど。何？今になって興味が湧いてきたわけ？でも残念、錬金術って才能が必須らしいわよ。バカが、その逆だ。は？何をいきなり。いくらあんたでも、お前に言ったはずだ。村の連中は皆、錬金術師なんていかがしいやつを薄気味悪がっていると。言われたからって何なのよ。私がやりたいことは私が決めるわ。お前は昔からそうだ。向こう見ずにノリで突き進んで、それで。とにかく余計なことに手を出すな。いい加減おとなしくしていろ。なんでそんなことあんたに言われなきゃいけないのよ。男子最低。なんか口喧嘩になってきたぞ。あ、これもボスあれだな、好きだな。違うよ。おあいにく様、そんな中途半端な気持ちで挑んでませんから。ふん。あー、これ好きですわ。チューしたいの？じゃあおばあちゃんのとこ行こう。おばあちゃん、あ、どうした？おばあちゃん、あれ、バーバラさん、なんだかちょっとお元気ない？あー、ライザ、以前のお花のことなんだけどね。以前の、どうだったの？クラウディアさんの言ってた町からやってきた行商人には会えて、花のことも分かったんだけど、どうも私の言うような香りが強い花ではないみたいな。形や見た目は言われてた通りだったんだけど、特徴は全部同じだけど、香りがほとんどない。せっかく二人の彫刻協力してもらったのに、なんだかごめんなさいね。そうだな、私も探してみようかな。何か新しい情報を手に入れたら伝えるね。あら、じゃあ話を聞くだけで？探すとは言ったけど、私花のことはあまり詳しくないんだよね。花の特徴はクラゲの言った通りだったから、あとは匂いだよね。ほとんど同じ花の特徴で匂いがあるかないか。匂いの手がかりね。なんだそりゃ。おう、どこに行く？あと、あ、店の前にあるね。店の前とか、フレッサさんのお店かに何かクエストがありますね。さっき農場で見かけたけど、あ、違う、誰かいる。あ、もう今日はなんだかご機嫌斜めだね、ライザー。耳より情報は耳に入らないかな。ちょっと今日は、ねえ、フレッサさん、子供として大人に一つ聞いてもいいかな。うん、分かった、どうぞ。ブルネン家が水を持ってるからってそんなに偉いの？村の人は強引なモリスさんを何とも思わないの？子供の意見だって思うだろうけど、それでもやっぱりおかしいものはおかしいよ。
まあそう言いたい気持ちはわかる。いや、わかるつもりかな。これはあくまで小さな雑貨屋のあまりかっこよくない大人の意見として聞いてくれ。まずこの村は水がなきゃ立ち行かない。ライザーの家みたいな農家は当然そうだし、そもそもただ生きていくためにも水は必要だ。寒気のあるこの地方の島に暮らす俺っちらには特にね。なるほど。そりゃそうだけど、だからってやりたい放題させるなんてとライザーは思ってるんだろうけど、それは違う。え？俺っちらはブルネン家を利用してるつもりなんだ。モリッツさんもそれをちゃんと分かってるよ。村の世話、商売の采配、他の町との交渉などなど、押し付け押し付けられよ互いに納得して付き合ってる。え？偉いからみんな従ってるんじゃないの？そうだよ。その分俺っちらを頼らせてもらってるし、そういう持ちつ持たれつのバランスで村は成り立ってる。モリッツさんもそのバランスを崩すほどのことはしていない。だから多少強引でも我慢できるのさ。なんとなく分かったような気がするけど、大人ってやっぱおかしいだろうね。だからあまりかっこよくない大人の意見だって言っただろ。まあ大人ってそういうのどうした？あ、さっきのはクエストじゃないんだね。はい。いや、ライザいらっしゃい。あ、ライザさん、ライザさんもお買い物？なんか面白いものないかなと思って。ジェナは？そうなんですね、私はお使いに来ました。おお、小さいのに偉いね。そんなことないです、今日は本を買いに来たのでそのついでですね。本？はい、ようやくお小遣いが貯まったので今日は狙っていた本を買いに来ました。本が好きなんだね。どんな本を読むの？最近は冒険や戦いが絡む物語をよく読みます。面白そうだけど難しそうじゃない？難しい言葉は調べてゆっくりと読み進めるのが楽しいんですよ。ライダーさんも興味があったら本を読んでみてください。それじゃあ私はこれで失礼します。フレスタさん、全部でいくらになりますか？やっぱりしっかりした子だな。私あの頃って何してたっけ？鬼ごっこかな。クエストでも何でもなかったな。お話聞いただけ。なんかない？そういう新しい、新しいものがありそう。どれ？まあ、特に錬金術に必要なものはなさそうだな。また来ますよっと。ここはもう特に何もないかな。あと1個ぐらい何か。ねえ、どこに行くんだい？てかもう本当に話聞いてるだけなんだよな。お、魔石の森に何かいるぞ。誰だ？何してんの？あれ？ピーターさん。あ、ピーターさんだ。僕の知ってるピーターさんじゃないピーターさんだ。イケメン。ピーターさん。し、今いいとこだから。ちょっと待って。はい。いや、ごめんごめん。僕に何か用かい？森にいたの見かけたから何してるのかなと。じゃあ聞いてくれよ。島では見ない虫を見つけたんだよ。虫？いいネタになりそうだよ。肝心な虫の方は逃げてしまったけどね。はは。そうだ、ライザ。虫を呼び寄せるものとか持っていないかい？虫寄せの道具ですか？そうそう、何かないかな。虫が好きなもの。虫を寄せるものか、蜜のようなものがいいかな。そうだ、それだよ。すまないが、ぜひ用意してほしい。僕はこれからネタを練るから。よろしくね。ネタを練る？ネタを練るとは？相変わらずすごい勢い。蜜、何かあるかな？蜂蜜。蜂蜜か。まあ、普通に作れるの。ねえ、どこに行くか？ちょっとじゃあ作りに行くか。蜂蜜作ろう。何作っちゃおうかな。作るよっと。蜂蜜。あ、蜂蜜持ってるぞ。なんなら。でもあれだな、多分どこに何を入れるのがいいかな。クイズ順で。おっと、銀の蜂の巣なんてあるぞ。あ、ちょっとやっぱり何か入れていいものできそうな予感。品質があれだな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。
まあこんなもんでいいかな。これで40超えたでしょ。どれにしようか。これでさあどうだ、悪くないんじゃないかな。じゃじゃーん、オッケー、よし。どこに行くの。じゃあ、港の、ピーターさんのところに行こう。ピーターさん、蜜を持ってきたよ。これはスクープだぞ。はあ、スクープとは。島の遺跡巡りの手がかり。お、あと、お、タオまで。ピーターさんが島で出ない虫を見かけたから調べてほしいって言われたんだ。肝心の虫が見当たらないんだけどね。はは。そのための蜜を持ってきたんだよ。おお、持ってきてくれたか。早速木に塗ってみよう。全然来ない。こういうのは根気だよ。タオの言う通りさ。ネタは辛抱強く待って、その時が来れば一気に飛びかかることが大事。相手は虫だけどね。あ、来た。あ、光って、これだよこれ。タオ、何かわかるかい。ちょっと図鑑を引いてみるよ。やっぱり島にはいない虫だな。対岸ではよく見かける虫らしいね。ただ迷い込んできただけだよ。え、そうなのか。記事は島に迷い込んできた対岸の虫で決まりね。ネタにしては弱いな。そうだ、協力してくれた二人のことも書こう。それなら島探検隊ということで書けそうだ。島探検隊、なんかやだなそれ。大丈夫、うまくまとめておくから。それじゃあ僕はこの虫をスケッチしてから帰るよ。二人ともありがとう。トゥース。ピーターさんが納得してくれたならいいかな。そうね、島探検隊は反対だけど。ははは。あれ終わった。あれ今終わった。あれ今クエスト終わった。ちょっとキラーみたいな、キラーみたいなの、あ、終わったね。はい、じゃあ今日はこのぐらいしとこうかな。それじゃあまた次回、バイバイ。